DeNA のトレバー・バウアー投手が1日、右腸腰筋遠位部損傷で出場選手登録を抹消された。全治は発表されなかったが、通常完治まで4週間から8週間程度を要するため、最悪の場合は日本シリーズを含めたポストシーズン出場が絶望的となる。バウアーは8月30日の阪神戦甲子園で打球を処理した際に、右股関節付近に違和感を訴え、同31日に横浜市内の病院で精密検査、診断を受けた三浦監督は、抹消します。しばらくかかりそうな感じなので、こういう形で怪我になり、本人も残念がっていたと説明した。これで CS も終わり。こんなことになってたのか、丈夫と聞いてたが守備は別だもんな。いやほんま来季投げれるなら別にええけど、守備で下半身怪我しないでくれ。ゴルフやってると腸腰筋はよく耳にする。今シーズンはゆっくり休んで来季の開幕に標準を合わせてほしい場合。来季はソフトバンクかな、メジャーはイメージ悪すぎて取らんらしいし。ドジャースとの契約切れるから来年も日本なら年俸型落ちやけど残るかな。中東がリーグ始めるし、オイルマネーで選手集めるならそっち行くやろな。怪我したから横浜残るって言いそう。横浜ファンはこのまま怪我だけ直してメジャー帰ったとしてなんとも思わないの？サボったわけでもないし。1ヶ月遅れての入団で、130イニング10勝はもう何の文句もないやろ。CS までに男気復帰するかもしれないししないかもしれない。中4日で10勝防御率2点台の外人になれたら、波の新外人では満足できなくなりそうだな。断念5億分働いたやろ、十分や、あとは本業の YouTube 頑張ってくれ。